どうもしゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今回は大学 1,2 年生向けの動画なんですけども、まだ本格的に就活を始めてない人にはおすすめの動画です。で、今回はですね、実際の大学2年生の方と岡本さんに来ていただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では翔子さん、自己紹介をお願いします。東京大国語大学2年生の岩井坂翔子と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大学2年生なんですけど、実は留学今年する予定で休学していたのが春に行けないとなってしまって、私は大学生活で何をしたらいいんだと思って、先生に相談しに行った時に、転入っていう手もあるのかなと思って、転入試験に合格したので、大学の授業を受けずに家で会計士の勉強をしている。今回聞きたいのは、就活を始めるにあたってじゃあ何をしたらいいんだろうっていうところなんですけれども、どんな企業があるんだろうとか、どんな職種があるんだろうっていうのが全く自分の中で見当がつかなくて、何を知っていいかわからないから、どこをどう調べたらいいのかわからないっていう感じで困っているんですけれども、どうしたらいいでしょうか。まず最初に聞いてて思ったのが、留学のこととかを考えた時に自分がなぜ行きたいかとかの自己分析とかをしていたから、自分のことは分かっているっていう状態なのかなっていうふうに思うんですけど、何から始めるかっていうところで言うと、仕事をするっていうところから始めると良いんじゃないかなというふうに思います。自己分析よりも仕事を知るっていうことが大切ってことですか。自分が何が得意かとかやりたいかとか、そういうことが全くないっていう方は自己分析をした方がいいと思うんですけど、翔子さんの話を聞いてると、留学行くっていう決断をされていたりだとか、今会計士の勉強をしていたりだとか、自分として何をやっていきたいかっていうところはあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、それと結びつけるための仕事は何かみたいな、ここを知るには深掘りする部分は自己分析よりも仕事っていうところで取っていく方が、進む方向性が見つかりやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。実際に自分が何をしたいのかっていうところを決めていくにあたって、何について知ればいいですか。働いたことないからそんなの当たり前だよって結構言われたりするんですけど、じゃあどうやって選べばいいってなっちゃうので、山ほどあるもんね。ナビサイトもあるし、まあ、YouTube もいっぱいあるし、わかる、あるあるだ。これは働いてみるっていうのが一番いい方法で、もうちょっと分解していくと、一番やりやすいステップっていうのが YouTube 見たりとか記事読んだりとか、これってすごくしやすいんですけど、やっぱりそれだとわからない。じゃあその次のステップって何っていうと、 OGOB 訪問して、毎日何やってますかとか、どんなことが辛いですかとか、何がやりがいですかっていう話を聞く。これをすると、ネットで調べるよりも一時情報として自分の欲しい情報としてカスタマイズして質問できるので、というステップが次に進んだ方向性で、その上の方向性っていうのが、実際に仕事を体験してみるっていうことをやると、例えば翔子さんであれば、自分をもっともっと高めていきたいと思ってたりするときに、どういう方向性に高めていくかっていうところの仕事として向き合う方向性がフィットしてるなと思ったら、じゃあその方向性で就職先を探していこうとなりますし、違うなと思ったら、じゃあどこが合わなかったなって考えていくと、こっちの方向性にずらしていけば自分にフィットした仕事が見つかるかもしれないっていうのの指針ができていくので、アルバイトだったりインターンだったりっていう仕事を体験していくといいんじゃないかなと思います。短いものよりも長い間やった方がいいってことになりますか。それができれば長い方が良いんですけども、もう最初から明らかに違うなってものだったら、別に短いものでいくつかやってから方向性のあたりをつけていくっていうのはいいんじゃないかなとは思います。経験を積む中で確認していくっていうことをすると、よりミスマッチが減っていいんじゃないかなというふうに思います。のよくありがちなミスマッチになるところなんですけれども、好きを理由で選ぶのは私はあんまりお勧めしていない。なんでですか。 SNS とかでも好きなことを仕事にしないと続かないよって言われると思うんですよ。聞きます聞きます。その好きって何っていうと、消費者としての好きなんですよ。例えば服が好きだからアパレルっていうのは、おしゃれをするのが好きだっていうことが理由なんで、お金を払って自分が可愛くなれる服を買うのが好きなだけであって、実際に就職してやることって消費者ではなくて、お金をもらってサービスを提供する側になるので、そうなった時にどういうギャップが生まれるかっていうと、全然似合ってないお客さんにも売り上げを作るために売んなきゃいけないみたいな状況になった時に、いや自分は服が好きなのに似合ってない人に売んなきゃいけないってなると、服自体も嫌いになっちゃいそう、続けられなくてやめてしまいましたみたいな方だったら、それをサービス提供する側として好きですっていう風に言える状態で選ぶんだったら、逆にミスマッチにはならないなと思うんですけど。じゃあ何を基準に選べばいいですか。
一つの基準としては得意で選ぶ方がいいかなって私は思っています。得意なことってどういうことかっていうと、他の人よりもちょっと効率よくできたりだとか、周りより上手くなるのが早いなっていうことってあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そういうものを仕事に当てはめていくとどうなるかっていうと、他の人よりも早く成果が出せる。成果が出せるってどういうことかっていうと、お客さんに喜んでもらえたりだとか、数字が伸びたりだとか、一緒に働いている同僚だったり上司に褒められたりだとか、そういう経験を積んでいくとどうなるかっていうと、自分はやっぱり周りに貢献できているっていうことを実感できるようになるので、結果的にその仕事って好きになるんですよ。成功体験をどんどん積んでいきやすい自分の得意な分野っていうのが発揮される仕事で選ぶのがいいんじゃないかなと思います。じゃあ翔子さん、2つ目の質問をお願いします。この1、2年生の間にやっておくべきことってありますか？まず OG 予備訪問はやっておいて損はないかなというふうに思います。どういう仕事があるのかとか、どういう仕事の仕方をするのかみたいな具体的な話を一次情報として実際に働いている人の声を聞くっていうのはすごく貴重な体験になるので、早ければ早いほど有利に就職活動も進んでいくんじゃないかなと思います、うん、もう一つが、就職活動で苦労する方の中で多い方が、ガクチカって言われても何も話すエピソードがないよっていう風になって困ってしまったりとか、積み重ねてきたものがなくて困るっていう方っているんですね、うん、もちろん面接のテクニックでカバーできる部分もあるんですけど、うん、結局積み重ねている人には勝てないんですね。で、まだ始まってないのであれば今から始めちゃえばいいっていうのが結論で、例えば商社に来たのであれば何か売るっていう直接的に関わるような営業のインターンの経験を今から就活始まるまでの1年間の間に積んで、めちゃくちゃ売ってましたよっていう経験を積んでいたら、面接官は、あ、うちでも売ってくれそうだね、よろしくっていう風にやっぱなりやすくなるので、自分の市場価値を上げていくっていう行動をするのはいいんじゃないかなと思います。行きたい企業とかなりたい職業みたいのがない人がほとんどだと思うんですけど、とりあえずやってみて、これがやりたいかやりたくないかを経験から判断するっていうのが具体的な行動指針なんですかね。そういう意味だとですね、なかったら営業の経験をするが私は一番安牌だと思ってます。営業の仕事ってどの仕事にも共通するその土台となるような経験がすごく積めるんですね、うん、就職したらどの会社だとしても、その会社は株式会社であれば利益を出すことを目的として存在しているので、その利益を出すというところに一番フロントで関わるのが営業職になるので、お金を自分で稼いでくるっていう経験をすれば、自分として働きたいっていう時にも営業の経験をしたからこそ、その人たちが働きやすいように数字が出せるようなサポートができますよっていうエピソードが言える事務職規模の人っていないんですよ、うん、翔子さん、営業の興味あります？いや、今まで考えたことなかったですね。でもなんかさっきの話聞いて、確かに全ての企業において営業って重要なんだなってすごくすんなり思いました。インターンとかはちょっとやってみたいなと思ったりもするんですか？そうですね、やってみたいなとは思っていて、うんうん、まだ時間があるからちょっとやってみようっては思ってるんですけど、うんうんうん、唯一会みたいなものはないと思うので、いただいたアドバイスの他に、実際にじゃあ自分に向いてることってなんだろうっていうのをちょっとずつ考慮していけたらいいなと思います。ということで、就職活動も始まるということで、また進捗教えていただけたらなと思います。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。